というわけでやってまいりました。今日はですねこちらほら見て、こちらもこちらもあの新色がね実は出ました。この色可愛くね。ホンダ N 版スタイルファン、こちらの車1629,100円いたしますね。いや、あの人気の N 版ということで、あの仕事でも使えるし趣味でも、楽しんでいただける車になりますね。でこちらねニューカーということで、あの新色になるわけなんですよね。サーフブルー、いやめっちゃ可愛いないですか。これねなんかどっかで見た色ですよね。これね、あのなんかスーパーカブとかね、あの辺の色になんか似てないですか。いやこの N 版スタイルファンはこの LED のヘッドライトがすごい可愛いですよね。あの丸めで、しかもね上がパッツンで、なんかかっこかわいいっていう感じがします。でこちらがガーデングリーンメタリックですね。これねメタリックが入ってるんですね。知らなかったですけど、ちょっと寄ってみますね。うん、若干メタリックかな。これぐらい近づいてもわからん。まあそれに比べねこっちはメタリックが入ってないですね。なんかねあのお花屋さんに買ってほしい。この N 版お花屋さんに買ってほしい。なんか女子受けもしそうな感じもする。いや、やっぱね、街中でこのガーデングリーンはよく見ますよね。そういった中で、このサーフブルー、ひときわ目立つと思います。ちなみにね、マイナーチェンジで、車両価格は1629,000円、変わらないですね。色がね、新しくなったと。いうことで、機能的な面で言うと、新型の方はホンダセンシングが、外せないタイプになりました。こっちはね、ホンダセンシング外せたんですけど、まあ、ホンダセンシングね、本当にね、あれ、もう無条件でつけといていいと思います。特にね、お仕事で使う方は結構いらっしゃると思うんで、走行距離かなりね、走ると思うんですよ。なので、一般の方よりもより安全に乗っていただけたらなと思います。まあ、変わったのは、ホンダセンシングが外せなくなったというぐらいですよね。まあ、ちょっとせっかくなんで内装を見ていきましょう。はい、ではお邪魔しますと。おお、これね、すごい長いもの入れるんですよ。これ下手したらね、これ自転車というかバイクも入るぐらいのスペースですよね。内装なんか変わってんのかな。この辺はちょっと比べてみましょうか。なんか内張りとか変わってたりして。ああ、一緒ですね。一緒です。こっちのね、運転席側のシートはちゃんとしたね、ほら、分厚いね、シートになってます。ただね、助手席の方はね、薄べったいんですよ。これね、実はね、すごいのがマニュアル設定があるんですよね。やっぱね、未だにね、やっぱ働く車ってね、マニュアルの方が運転しやすいよっていう方も、結構多いので、まあ、その辺残してるということなんですよね。なんかよく見たらこういう、なんか鉄板風の、ね、これ一応ね、樹脂ではあるんですが、鉄板風の塗装がされております。憎いのがね、これ、荷物ここに置いてもね、なだれてこないようにガードがついてます。これで、アクセルとかブレーキの下にね、物が挟み込んで、支障がないようになってますね。あ、ドリンクホルダー結構下の方やな。まあ、その代わりかなり、ほら、フラットになります。で、もちろんね、こういうコンビニフックとか、いろいろね、機能的なのが、この小さいボディに満載なんですよね。シェードがすごいでかいな。そうそう、これ天井がね、かなり高いんですよね。ほら、ここ?この部分がだいぶ分厚いですよね。普通の N ボックスとかに比べてだいぶね、身長が、車高が高いんで、大きい荷物も置けるよという感じですよね。いや、本当にこれあればキャンプ楽しそうですよね。後部座席、ペラペラやけど、ペラペラやけど、まあ、いいんですよ。必要最低限な感じで。すごいなんか、ヘッドレストもなんかこう、すごい薄べったいな。マンボウみたい。で、このシートはほら、お、すごい。こんなに簡単に。っていうかね、めっちゃ軽い。これほぼ、畳んでる方の方が多いんじゃないですかね。後ろは荷台として使うみたいな。
両方倒したらかなりね、結構こうスクエアなスペースが取れるんですよね。で、N 版はね、結構低床設計なので、積み下ろしもね、しやすいと思います。ちょっと、後ろ開けてみますね。もうこの状態で、なんかもう、二人ぐらい寝れそうですよね。ネジ穴があります。なんかネジつけてね、棚をつけたりとか、いろいろね、カスタムできますよね。ここに電源が。あります。100ボルト電源も用意してほしかったよな。あ、そうそう。これ上にもね、ほら、ビス穴があるんですよね。なので、ここに棚をつけるとか、バーをつけて、こう、長物をね、天井に長物を入れるっていうのもできます。いいね。で、ここにダンパーが入ってまして、で、タイヤがね、この下にあるんですよね。あ、ちなみにホイールは、一緒やな。デザイン一緒やわ。ジョブタイヤ履いてます。こう組み立てはね、すごい後部座席簡単なんですけど、やっぱね、リクライニングとかスライドができないんで、まあ、ほぼほぼ固定ですよね。ただね、ほら、足元、ものすごいこの前の下が空いてるんで、この足をね、下に入れることができます。この下もなんか物置けそうなぐらい広いですよね。ではね、ちょっと10席畳んでみましょうね。ちなみにね、10席、まあ、こんな感じでフラットになってますよね。かなりのフラット感なんですよ。ここほら、蓋とかもね、下から出てくるようになってます。で、頭のこのヘッドレストはね、このドアに、直すようなスペースが実はついてますね。足元ね、なんか謎の出張りがあるけど、やっぱ、この運転席側の方がかなりね、しっかり作られてるなという感じがします。やっぱ働く人の車っていう感じがする。そうそう、これね、ほら、ここピラーレスなんですよ。B ピラーがないっていうね。ここにね、キャンプの時タープを張って、こうね、広くね、キャンプとして使うというね、感じも面白いんじゃないでしょうか。まあもちろんね、衝突安全基準クリアしますので、安心に乗っていただけます。いや、N 版ね、新色が出て、さらに魅力が出ましたよね。今日はね、こちら、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしております。詳しくは、下の概要欄見てくださいね。こちら、厳選中古車もいっぱい売ってますので、そちらの方、サイト、用意しております。詳しくは下の概要欄見てくださいね。ちなみにこちらの N 版、全国のホンダカーズで販売しております。詳しくは下の概要欄をチェックしてくださいね。ついでにね、私のチャンネルも登録していただいたらありがたき幸せでございまする。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで今日は N 版に新色が出たよっていう動画でした。じゃあね、ボーイ。